り子 TV です。なんとなんとゲイリーインターナショナルから何やら届きましたよ。というわけでね、2022年ね、コモリプロにね、どういうもの出るんですかなんて聞いても、ゴニョ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 ってね、なかなかちょっと歯切れいいね、ことを教えてもらえなくて、ただ何かね、いろいろスタンバイしてるよ、みたいなのは聞いてたんですね。そんな流れの中で、何やらね、ゲイリーインターナショナルから到着っていうことは、新しい今年出るルアーじゃないか。じゃあ早速ね、開けていきたいと思います。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。おー、ルアーですね。うわー、すごい、これこれこれ、すごい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 、うわー、これかー、じゃじゃーん。こんなん入ってました。これはですね、作ってる作ってるって噂は聞いていた、ゲイリーインターナショナルのカッパフロッグですね。これカッパフロッグ、うーわー、あ、完成したんですね。こんなね、可愛らしいパッケージに入っていて、で、あ、しかもこれもしかしたら線から入ってるかもしれない。ちょっとやばいですね。恐縮ですって感じですね。でね、簡単なちょっとね、使い方の説明なんか書いてあるんで見ていこうと思うんですけども、基本は首振りアクション、180度テーブルターンもできるので一点でネチネチ誘うことも可能。ポップ音とともに小さい水しぶきも上がります。また、テキーラの飲みすぎに注意が必要。え？はい。テキーラの飲みすぎには、ね、注意が必要ですっていうね、ありがたい書いてあって、で特徴としてはですね、お尻にヒレがついていてフックの、左右方向に対してのズレを防止し、スキッピングに対応します。結構ハードな投げ方に対応した、まあ、フックがズレないというワンフックですからね、そこら辺が工夫されているよというところと、フック、バルキースピア50番は、ボディのスリットに完全に収まっていてスナックレス性能が高いです。なおウェイトを薄く設計し、ボディの、潰れ代を十分に確保しているので気持ちよくフッキングが決まりますということで、まあカッパフロッグですね。これちょっと可愛らしいですけど、ヤバイブランドのね、新作ルアーっていうことなんですね。何やら、2022年の3月頃に、登場するよっていうことみたいなんで、で今回ね、カラーの方も、送っていただいたので、ちょっと久しぶりにね、手元動画の方で、ちょっと明るい状態でどんなカラーがあるか見ていきたいと思います。はい、というわけでね、カッパフロッグ手元の方でもじっくり見ていきたいと思います。まずね、こういう感じでパッケージがね、すごい可愛らしいパッケージですね。ヤバイブランドなんで、こういったね、ヤバイマーク入ってまして、裏はねこんな感じ、ポイントがいくつか書いてあって、あとカラーの表記があってということで、ちょっとね早速開けてね、どんな感じか見ていきたいと思います。カッパフロッグどんな感じでしょうか。はいはいはい、出てきました。あー、可愛らしいんですけども、見た目はね、ただとんでもなくこれスリムで、ね、無駄なパーツがついていないんで、すり抜けが良さそうでね、こういったちょっとね、なんだろう、細長いシルエットですね。開けてみるとね、ほいでもって、でこのフックがオフセットフックなんですね。これね、オフセットフックがシングルフック仕様でこうあって、でね、このスリットが結構深めのスリットがあって、針先がしっかりと隠れているよっていうね、こういった、仕様なんですね。で重りがまあここに見えてますけども、こういうフロッグで気になるところはどれぐらい潰れるかちょっと見ていきたいと思います。あれ、結構これ潰れますね。うん、やっぱね、重りが薄いんで、思いのほかこうね、針先が露出させることができる
ねえ、いいですねこれ、変な引っかかりもないし、で柔らかすぎもせず硬すぎもせずっていうね、そういうなんだろう素材感ですね、しっかりとね障害物は避けてくれそうな、これがねあんまり柔らかすぎるとね結構、ヘビーなところを打ち込んでいくときにね、あーまた引っかかったまた引っかかったなんていうことになりかねないので、それでここがねヒレ足みたいに見えるんですけど、これがこの針がねずれないようにすごいしっかりとねその素材感で守ってくれているんですが、これもしかして、あね、ここ、こういう感じでもう外れるんですね。これはフッキング良好そうですね。あとこれはもうあくまでもオフセットフックなんで、なんだろう、この針先がですねちょっと舐めてしまった時とかに、すぐね取り替えることできますね、これは便利だな。おいでこうね、ちょっとこれね開いてるあの特殊な針ですよね、バルキースピアだよなこの形状は、の確か50番ってさっき書いてあったんで、これがねこういう感じでついていて、で使う時は、このスリットのところにはめ込むだけっていうことですね。ちょっと今足が引っかかっちゃってますけど、はい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 、でこのしっかりとはめると OK ね。これ小さいながら結構釣りにかかった本格仕様ですね、こうしてみると。これはちょっと今年フロッグの釣りなんかねしばらくやってなかったんで、ちょっと使ってみたい感じですね。ね、動画の方ではね、これテスト中の風景なのかな。これでね、ボコボコにね、バスする映像なんか、ケイリーインターナショナルの SNS とか見るとね、公開されてるんで、ぜひね、探してみてくださいね。ねえ、これ、まず、これはね、緑カッパだっけな、ちょっとから、はい。そのもの見たまんま、まずね緑ガッパ開けてみました。じゃあね他の色も見ていきたいと思います。まずはじゃあこれ、これはその緑ガッパの青バージョンなんで、これ青ガッパでいいのかな、どれ、はい青ガッパですね。まあ綺麗な青色で、で柄がすごいしっかりしてますね。これが結構なんだろう、こんだけなんだろう、黄色白青ってあったら視認性も良さそうですね。うん、はい、これがね青ガッパね、はい。で、お次は、じゃあねこれ、これまたね可愛らしいですね。これはアヒルですね、これね、どう見てもね、アヒルガッパ、アヒルガッパなのかな。カラー名はアヒル隊員ですね、これアヒル隊員ね、隊員なんですね、アヒル隊長じゃないんですね。可愛らしいんですけども、これ結構実用的なカラーじゃないかな。やっぱりこの黄色いくちばしがみんなついてくれてるから、黄色ってすごい遠くにあっても目立つ色ですからね、浮きなんかでもよく使われている色じゃないですかね。この黄色白ね、スカート白、この感じはもう本当視認性抜群なんで、これ一番使う色になるんじゃないかなね。これアヒル隊員ですね、アヒル隊員行ってこいって感じでね、まずアヒル隊員が来まして、どんどん行きますよ、次がねこれ、はい、これ女子に人気でそうですね、これはもうピンクガッパでしょうね、カッパフロックなんてピンクガッパじゃないかな。これ綺麗で可愛らしい色ですね。はい、桃ガッパでした、間違えました、桃ガッパ、ピンクじゃないですね、桃ガッパというね可愛らしい名前がついて、桃ちゃんですね。はい、というわけで、見ていくとこれね
ょっとその後の色も見えてるんで気づいたんですけど、改めてね見るとこれね、スカート緑、青、白、ピンクね、この後のね、あのカラーもね、全部スカートの色がね全部違うんですね。というわけでそこら辺でカラーのね使い分けなんかね、結構効いてくるんじゃないかなっていうことで、これはね、ももちゃん、ももガッパでした。はい、じゃあ次見ていきます。これは一番人気出るのかな、これこれもう赤ガエルでしょうっていうね、暴走ダムで、にわかに語られる伝説、赤ガエルパターンなんかにバッチリの色なんじゃないですか。これはもう赤ガッパでしょうね、うん、はい、赤ガッパですね。はい、というわけで赤ガエルパターンなんかの時にいいんじゃないですかね、うん、1月2月暖かい南風の雨の日にこういうのが、岸の上から流されてきてバクッと食われるっていうね、伝説の赤ガエルパターンなんかにすごい気分を乗せて投げれるカラーじゃないでしょうか、赤ガッパ。はい、次で最後ですね、最後の、カッパくんは、はい、これこれカッパじゃないです、これこれアヒルです。アヒル、ヒヨコだ、ヒヨコね、ヒヨコちゃんカラーですね。くちばしの色がこれはオレンジなん、まあ全部視認性のいいワンポイントが入ってますね、頭のところに。これは、あ、これもね、ヒヨコ隊員ですね。アヒル隊員とヒヨコ隊員がいるんですね。はい、こういう感じですかね。あ、こうじゃないか、まあこうですかね。こんな感じで出揃いましたね。カッパブラザーズということで、皆様、どの色が気になりましたか。自分はまあ、あ、赤、白、カッパカラーを、ここら辺がちょっと具体的には結構自信持って投げれるカラーじゃないかななんていうふうに思うんですけども、ここら辺もねすごいいい色味なんで、ちょっとねカラー揃えてみるなんていうのもねいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、手元でカラーの方を、見ていきました。はい、というわけでカッパフロックね、今ねまあちょっと寒い時期なんであれですが、ただね房総のダムなんかだと雨のねあったかい日なんかからね、こういうフロックがね、効く日っていうのがね、早くも訪れたりするんですね。まあ南風の暖かい、あ、これも春来るなーなんていう2月のね非常に暖かい雨の日、そんな時に、フロッグね爆撃したりとか、あとはね思い出の中だとちょっと自分じゃないんですけども、五十嵐カップ亀山ダムでね時田ボートでやった時に、山田先輩が優勝した時があるんですね。あれ1月だったと思うんですけども、その時のパターンがなんとフロッグね、まあもちろんこのカッパフロッグではないんですけども、雨がザーッと降ってね一気に水の流れが出たタイミングで、でまあゲイリーの沈むワームとかでも良かったんだけども、ウッドチップとかね落ち葉とかがいっぱい溜まっているようなところでフロッグじゃないとどうにもね攻略ができない、そんなタイミングで1月なんだけどもフロッグを投入したところね、キッカーフィッシュをね、バッタバッタと釣り上げて優勝した、ね、自分はねずっとライトリグやっててね、確かね、坊主かなんかで終わったと思うんですけども、そういった感じでまあ1月ぐらいからタイミングタイミングでねこのフロッグ、出しどころがあるんで、まあカッパフロッグなんかもねちょっと、せっかくこれねお預かりすることができたんで、暖かい雨の日中心にね、ちょっと導入してみようかななんていう風に思います。はい、というわけで、本日の、釣り GoTV はこちら、ゲイリーインターナショナルから、3月に登場予定ということですね、ヤバイブランド期待の新作、カッパフロッグ、これが届いたんで開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り GoTV でした。また会おうぜ。